皆さんこんにちは。中等部2年三好彩香です。中等部2年松井愛理です。私たち新聞部スクーパーズです。よろしくお願いします。今日はなんと私たち新聞部が重音部の取材をすることになりました。それでは早速お呼びしましょう。桜学院重音部の皆さんです。どうぞ。こんにちは。はい、それでは自己紹介お願いします。はい、中等部1年中本鈴香です。はい、小等部5年生の菊池萌です。小等部5年生の水野由衣です。私たち重音部ベビーメタルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では行ってください。はい、それでは早速インタビューをしたいと思います。じゃあこの人のここだけは直してほしいっていうところはありますか？なんかメンバーの中で、なんだろう、待って、あ、分かった。レッスンの時に最初ビーってところがあって、すーちゃんこうやるんだけど間違えて、この間こうやってたからそこを直してほしいな。ゆいちゃんは何かありますか？ゆいは何だろう、なんかたまにレッスンとかで、まあ、ゆいもそうなんだけど、みんなふざけちゃう時があるよね。はい、それでなんかマネージャーさんたちがちょっともうダメよみたいな顔するから、ちょっとふざけるのを控えめにしようかなって。なるほど、そこの切り替えは大事ですね。なんかいつもモアちゃんとかがふざけたりとかした時にゆいちゃんがなんかめっちゃお姉さんなんですよ。めっちゃなんかちょっとお姉さん、もう静かにしてみたいな感じに言ってんの。めっちゃそれがすごい面白いけど、でもねちょっとねでもそこはまあ真面目にやりましょうか。もちろん桜学院10人でやってる時はみんな真面目ですよね。じゃあそれはまあ置いといて、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。自分最大のピンチ、桜学院の活動中の中でなんか、あ、一番やっちゃったみたいなピンチってなんかある？なんかそのなんだっけ、学院祭の時になんか早、もうすぐそこまでなかったんだけど早着替えみたいなのがあって、でそこまでないからと思ってなんかちょっと調子に乗ってって言ったらおかしいけど、なんかめっちゃのんきになんかメダカの兄弟とか歌いながら着替えてたら、普通になんかもうすーちゃんすーちゃんみたいな感じになって、めっちゃ慌てて行ってたら靴ひも結ぶの忘れてて、だけどそのまま自分で靴ひも上手に結べないからその時はすごい大変でした。なるほど。あのさ、そういうあるかちゃんもね。え？あの学院祭の時さ、鼻血出てね。ああ。いや違う。いやあれはあれバレてなかったの。違う。あれはね、確かに鼻血は出してしまったんですけど、バレてなかったんだから。鼻血はもういい。いいです。鼻血は。そう、たまたまね。はい、お願いします。じゃあ次は、自分だけが知っている〇〇ちゃんの弱点ってありますか？あ、でもすーちゃん結構おっちょこちょいってところで、なんかどんな感じがあった、例えばエピソードとか。あ、今日ワのお茶間違えて飲んでた。おっていうか、あのスーはこのメンバーではないんだけど、あのマリナちゃんがなんかすごい、とにかく面白くって、もうみんな知ってるっていうか、自分だけじゃないかもしれないけどマリナちゃんがすごい面白くって、なんか夢に向かってとかの振りとかをなんかみんなと、あれ何かが違うぞとかって言ってみんなで見てみたら、ここが全然違ったりとか、あれごまかそうとしてるよねみたいな。もう普段からマリナちゃんはあまり言葉で会話をしないっていう、なんかあっあっあっあ、いいよが多いのかな。ああ、確かに、なんか、うん、じゃあ逆にゆいから質問いい？はい。2人ってすごい背高くて、ゆい、うん、でもはね全然背ちっちゃいんだけど何、どうしたら背そんな高くなるの？私は親の遺伝っていうか、確かに赤ちゃん、ね、お母さんもお父さんも大きいから。あゆちゃんはなんかすごい、うちも遺伝。ああでもさ、あやかちゃんまだ伸びてるでしょ、身長。まだ身長ね、ちょっと伸びちゃってるから、まあ、そろそろもいいかな。いいな、いいな、羨ましい。身長も欲しいよね。ちっちゃいから可愛いっていうのもあるじゃないですか。でもちっちゃいから嫌だよね、大きい方がいいよね、やっぱり。
なんか、いつもなんか電車の中とかで一緒に移動してでもあれとかって、まーちゃんどこいるみたいな、なんかそうそうなっちゃって、なんか満員電車とかで流れちゃうんで、まあ、下になってね、以上で、ゆいって転んじゃったんだよ、転んでる、下でなんかこんな感じになってまあまあまあということで、以上桜学院新聞部スクーパーズと重音部ベビーメタルでした。バイバーイ。